レスリン柴田さんはいどうも柴田ですええー、昨日ですね皆さん見てくれましたかドラマ出ましたええー、7月8日木曜日23時59分から読売日テレ系列ですねごめんなさい前回「富士」って言いましたが日テレでした日テレ系列で放送されている「痛池に恋して」という。 ドラマですね3人の痛いイケメン男子が、えー、他人の恋をこの3人で応援して成就させてそして自分たちの恋のストーリーも進んでいくみたいなそんな話かな、えー、そんなドラマにですね私柴田出させていただきましたはいえー、まだ見てない見逃しちゃったという人は TVer っていうアプリで「 見逃し配信、えー、今されてるんで、そこでタダで見れますんで、まあ興味ある方は見てほしいんですが、一言言わせてください。なんだありゃなんだありゃ僕はですね、前の動画でも言いましたが、プロデューサーさんからものすごい熱烈なオファーをいただきました。この役は柴田さんにしかできないんです。メインのヒロインと主役が 出会う重要な役で、この瞬間から物語は動き出すんです。そして、柴田さんという役が、これから物語を、ストーリーを盛り上げていくんです。引っかき回すんです。と言われて出ましたが、その結果が、あれですよ。あれ。柴田は、チンピラで、ストリートミュージシャンである主人公に絡んで、 そしてヒロインにボッコボコにされるっていうね。そして、その、込み込みで、柴田が出た時間、込み込みで、何秒ですか ?15 秒ぐらいですよ。いや、え、いやえ、え、ちょっと待って。柴田だよ。え、柴田だよ。え、ごめん、え、俺、俺、 え、まったってまあまあ売れてるまだまだなのかなまだまだなのかなえでも俺一応 YouTube は一応第一世代って呼ばれてて HIKAKIN とか瀬戸康史さんとかジェット大輔さんとかもうその LINE 佐々木朝日さ,さんとかその LINE からもうずーっと始めてて YouTube がもうそもそも YouTuber っていう言葉すらなかった時から YouTube 始めて。 でもう長年やってきて、そして未だに数字をちゃんと維持し続けて、えー、もちろん YouTube でもまだ数字は落としてないし、そしてテレビではですよ。この前、ね、雷神に出て、えー、視聴率1位を叩き出して、で、その年の雷神大晦日の試合の中で一番再生数を取ってるっていうね。え、え、し、え、柴田をわざわざテレビドラマに出しますって言って、よろしくお願いしますって言って、 オファー出してきてきえであ、あれだけえ、嘘え俺次回の「遺い系に恋しての」のその出演オファーもらってないんですけどえ僕2話あれ単発終わりですかいや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 ない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 そういう扱いはない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 はいブブーブブーやってないです。 そういうのやってないですよ。あのー、プロデューサーさん。そういうの僕やってないですよ。え、結構売れてますよ。ね。いもうじゃあ、あんまりこの話したくないんだけど、えお金の話で言うと、僕同日、あのー、ドラマの撮影した日にですね、えー、雷東京ドーム大会が行われてたんですよ。で、そこ僕呼ばれてました。えー、まあ、笹原と榊原に、まあ、再,再三オファーをもらって、いや、とは本当に、 あの、お願いだから出てくれよって言って、3対1とかじゃなくて、その時はもう1対1、ナスカワ天心と1対1で試合やってくれよって。で、坂木原さんにも再三オファーされてたんですけれども、いや、僕は先にし決まった仕事があるんで、そっちはもう切れないですって言って。で、えそのドラマの方を優先したんだけどね。ギャラで言うならですよ。ドラマの出演料の100倍以上の金額は提示されてました。ジンさんから。 でも、ドラマを撮ったんです。で、それは、これは俺は、仕事はそういうふうに、あの、やるべきと。先に来たお話をね、え、お金で、えー、お金が向こうがいいから、向こうを撮るっていうのは、これは良くないと。まあ、アンポルキアみたいなね、あのー、不義理なことは、アホなことは俺できんって思ったから別にそれはいいんですけども、金額で言うんだったら100倍以上の金額が提示されていたんですが、 遺体系にして僕取ったんですよえ、まあそれだけちょっと覚えておいてください覚えておいてほしいんですがそれであれですか15秒ですかチンピラの役15秒ですかそれであそこで終わりですか堀之内堀之内まあそういうのよくないぞよくないぞお前本当にはい えー、っていう感じで、いや、ちょっと誠に遺憾です。まあ、秒数が短かったこと、そして、放送を見てみたら、思ったよりも脇役というか、もうエキストラだったという、え、柴田じゃなくていいじゃんこれエキストラでいいじゃんっていう感じだったっていうのが、誠に遺憾でございます。はい。ちょっと、まだあるでしょう。まだ、ドラマの撮影最後まで終わってないと思うんで、 えー、まあオファーいただければね、えー、今後、まあ、石川蓮さんねあのヒロインを主人公と取り合う恋のライバルとして、あのー、出たいと思うんでちょっと今からでもちょっと脚本の方をちょっと直してですね僕の出るあれをちょっと作ってもらわないと本当にああいう仕事は僕やってませんしそういう仕事の仕方はダメですよとは はあの読売さんに言いたい。ですね。はい。こんな感じで。いや、初めてのドラマ出演となりましたがえ、思ったよりも脇役ですごいびっくりしましたし、誠に遺憾でございます。はい。演技で言うんだったら、愛くんヌワラよりも、渡辺大地よりも、菊池風磨よりも、多分俺が一番演技ができていたし、できると思います。 はい、なんでちょっと僕の出る枠をですね今,今からまたちょっと用意してもらってあの再度の僕の出演をちょっとねあの考えてくださいはいまあ気になった人はちょっと t ーバーで見てくださいな感じでちょっと「読売さん読売さんそういう仕事の仕方しちゃダメですよ」っていう、まあ、そんな柴田のメッセージでしたはいバイバイおさそさま にいられ